中村雄一は、仲良し学園の校長で、NPO 法人仲良し学園プロジェクト理事長を務める、家庭教師のトライプロ講師、寸大フロンティアジュニア講師、中学高校の非常勤講師や教育委員会主催の特別授業などを行い、教育をテーマにしたテレビ番組への出演や、教育ジャーナリストとして、発展途上国及び戦後間もない国での、 教育支援を行う。ワシントン D.C. キング牧師像にて、中高英語科一種、中学社会高校政治経済主教員勉強を持ち、元通信制高校教諭、教育カウンセラーの資格を持つ。2013年3月に初めて、カンボジアを訪れた際、1センチメートルもないチョークで学ぶ、子どもたちの姿に衝撃を受けた中村は3ヶ月後5歳になる長女を連れて、 再びカンボジアを訪問。遠く離れたカンボジアの友達にお下がりを届けよう。おテーマに自身が勤務する予備校の廃棄用チョークや生徒たちが使わなくなった文房具、衣類をカンボジアに届けるプロジェクトを始めた。その後も2015年、2016年とカンボジアに渡り、小学校や個人を中心に応援グッズを届ける傍ら、中村自身は 現地の子供たちに英語で算数の授業をしたり、プレゼントした新しいノートで一緒に絵を描いたり、日本から持ってきたサッカーボールで遊んだりして勉強の応援を続けている。カンボジアプロジェクトに続き2017年8月にアフリカのルワンダを訪れた中村は歯磨きをしたことがないという村の子供たちに200本の歯ブラシをプレゼントし歯の磨き方を教えた。また、 50個の石鹸を各世帯にプレゼントし、体を清潔に保つことで病気を防げると予防医学の大切さを教えて回った。さらに小学校では模範授業を行い、実際に立体を工作して算数を教えたり、世界地図を使って地理を教えるなど中村が日本で実践している、わかる楽しさを伝える教育をルワンダに広げる活動を行った。 この活動が評価され、ビュンバ市長と面会し、直接お礼を言われる。2回目の訪問となる2018年3月には、コリス株式会社より提供を受けた、フエラムネを使い、また2019年3月には株式会社丸、春提供のかつ節を使って、理科の実験を行うなど、ルワンダでの教育活動の普及に尽力している。中村は、このような活動を通じて、 SNS やブログで現地の状況や歴史を紹介しており、ルワンダ内戦の悲惨さや、それに伴う貧困の状況を日本の人々に伝えている。そして、カンボジア同様、日本で使わなくなった洋服や文房具などを預かり、現地でプレゼントした様子を写真を通して紹介することで、提供者の目に見える形での国際貢献活動を行っている。 2019年8月ルワンダの小学校で行ったスポーツフェスティバルにルワンダの国民的カシュマニマーチンが感銘を受け自身の公式サイトで紹介するルワンダプロジェクトに続き2019年8月にアフリカのコンゴ民主共和国を訪れた中村は元少年兵たちの教育施設で授業を行うこの時タミヤモケイとコラボして将来エンジニアを目指す元少年兵たちに 模型で、初めての車を制作するという授業を行った。2回目の訪問となる2020年3月にはテレビ、朝日系列バラエティ番組、アメトーーークとコラボし、お笑い芸人の売れ残りグッズを使った授業を行った。ノンスタイル、井上のお面を使い感情を教える道徳の授業や、コロコロチキチキペッパーズナダルの T シャツを使ったダンスなどが評価され、 北紀部州知事と面会し、感謝の意を伝えられた。この模様は、アメトーーク番組内でも紹介された。2021年1月感染爆発が懸念される、今後民主共和国北紀部州ごまにおいて、授業を行い、ウイルスとは何か、どうやって、防ぐのかを、少年兵構成施設、個人員、女性支援施設で説明した。 このプロジェクトは日本でも大きな反響を集め、NHK、首都圏ニュース、おはよう日本で紹介されたほか、気流タイムス、繊維ニュースといった新聞史上でも紹介された。2016年から TBS のテレビ番組、好きか嫌いかいう時間に出演している中村は、それまで行っ一滴大事め、不登校問題への取り組みを通した現場の声を伝えることで大きな反響を呼び、 中村のもとへ、全国のいじめ被害を受けた子供や保護者から多くのメッセージが届いた。これをきっかけに、中村は2017年1月、今までの経験をまとめたホームページを制作。内締めそプロジェクトと題して、いじめと戦う方法を独自の観点で教えている。内容は、ステージ別申告度や、ステージに応じた相談先など、これまで言ってきたもの。 新たにいじめ被害者の心の問題に焦点を当てた、いじめのその後を追加した、トライ式逆転合格、社会著者紹介ページ、トライ式逆転合格社会 p 五十 a b 価格 .com から、地元の話から、鶴瓶が吉岡里保に、マジ出現で、スタジオ創禅から二千二十一年三月十日、放送内容テレビ紹介情報、kakaku.com 2021年3月10日へずらん。トライ式逆転合格者が P102 教育論 P196 から197省栄官 HP 校長室ブログ2017年2月12日読売新聞2018年10月25日長官32メンマニーマーチンオフィシャル。 アメトーークグッズ売れ残り芸人 https コロンスラッシュスラッシュ kakaku.com スラッシュ tv スラッシュチャンネルイコール10プログラミドイコール6703エピソディットイコール135391好きか嫌いかゆう時間2016年11月28日放送好きか嫌いかゆう時間2017年4月17日放送 好きか嫌いかいう時間2017年6月5日放送。あいつ今何してる ?2020 年7月29日放送。ありがとうございます。